手加減は無用だ。
そういえば、この辺りで初めてカルと会ったんだっけ？随分以前のことに感じるな。あの頃は、いけすかない奴だと思ったものだが。それはこっちのセリフだよ。だがそれがこうして。戦友になるなんてな。慣れ慣れしいのは好きではないと言ってるだろ。ああ、思い出した！私温泉であんたに覗かれたんだ。琥珀も覗かれたんだ。そういやそうだったぜ。あの時はゴタゴタがあったせいで忘れてたが。シング、貴様がそのようなハレンチな輩だったとは。誤解だよ。俺は見てないってば。ちょっとしか。姫、広場の方だ。まさかゼロムか。行ってみましょう。何があった？ゼロムに襲われたのか？違うよ、ゼロムじゃないよ。赤いローブの女魔導士がサーシャ姉ちゃんを脅したんだ。僕たちサーシャ姉ちゃんを守ろうとしたんだけど、あいつ強くってさ。赤いローブの女魔導士、インカローズか。あの人、ブルーエーレの場所を教えないとこの子たちを殺すって。私あんまり恐ろしくて泉の場所を教えてしまったの。どうしよう、泉には村長がいるのに。フルエーレとは何なんだ。このグースにいる珍しい精霊のこと。しかしなんでまたそんなもん。もしかしてクリードが。どうせろくな理由じゃねえさ。あの野郎、目にもの見せてやる。みんな泉に急ぐぞ。ちょっと待って、インカローズってさ、教会と軍を裏から操ってた魔導士だろ。いい機会だ、私たちに借りを返させてよ。カルソン、ここは例の作戦で行きましょう。そうだな、いいだろ。シング、泉では少しいいものを見せてやろう。これぞチームワークというものをな。お前たちはインカローズの注意を引いてくれ。さあ行こう。俺、食の幸せを伝えるため、たっでよ。クォーティアでは2000年以上前に絶滅した精霊、フルエーレ。確かに捕獲した。やめろ！フルエーレは、生まれた泉を離れては長く生きられんのじゃ。私が受けた命令はフルエーレの捕獲。生死など関係ない。その手を離せ。いやじゃ、村長のわしが同じ里に生きる者を見殺しにするわけにはいかんのじゃ。そうか、ならばその腕を切り落とすまでだ。フルエーレは返してもらったぞ、インカローズ。用なしの器ども。まもなくサンドリオンの転送術は発動する。もはやお前たちに何もできはしまいが、一応皆殺しにしておくか。あら、結構いろいろできるわよ。上空からの攻撃だと。そういうことだ。そして私がここにいるわけだ。予想通りの動きだな。策にはめられる屈辱をかみしめながら消えろ。チームワークとはこういうものだ。
すげえな、カルセドニー隊。もう一回戦ったら勝てっかな。村長さん、早く村長さんを家へ運ばなきゃ。ごめんなさい村長、私が泉の場所を教えてしまったせいで。気にするな、里を守るのは村長の務め。サーシャこそ無事でよかった。それより皆さん、以前あんなに冷たい態度をとったわしを助けてくださるとは。気にしないでよ、人を守るのは総末会の務めだからさ。村長さん、この里に煉獄竜ボルガジョーズを目撃した人がいるはずなんだけど、何か知りませんか？ボルガジョーズを見たのはこのわしですじゃ。数ヶ月前、偶然わしはバメル火山の噴火を対岸から見たのです。炎の中にあやつはいた。火口からあふれる溶岩の中を平然と泳ぎ渡る真っ赤な竜が。バメル火山、このグースの里の近くにある火山ね。もう何十年も噴火はしていなかったのに、数ヶ月前突然爆発して麓の町を全滅させたのよ。それは違います。あの町を滅ぼしたのは火山の噴火ではないのですじゃ。火口から現れたボルガジョーズが麓の住民を次々と全員食ってしまったのです。だったら噴火もボルガジョーズが原因かもしれねえな。溶岩の海を泳ぎ火山を噴火させる人食いの竜か。これまた厄介な相手だぜ。メリル、いい絵のモデルになってくれそうね。なって欲しくないよ。っていうか一生お近づきにもなりたくないよ。お近づきになりたくないのは同意だけどさ、クリードをボコるためにはそうも言ってられないんだよね。なんとしてもボルガジョーズのフレアホーンを手に入れねば。早く彼のソーマを空飛ぶ乗り物にしてサンドリオンを目指さないと。インカローズももうすぐサンドリオンが転送術を発動するって言ってたしさ。ことは一刻を争う。すぐにバメル火山に向かおう。五番機が倒されたか。小賢しい総末会どもめ。この体を放置するのはまずい。そうだな。飛行相馬、バルハイト。あれをエボルブさせるつもりだな。あの者どもをクリード様の恩前に立たせるわけにはいかぬ。フルエーレか。クリード様からのご命令はこれで。どうしたシング、浮かない顔だが。インカローズ、あいつはじいちゃんの仇だったんだ。だからカル、仇を取ってくれてありがとう。それにしてもさ、あのチームワークは息ぴったりですごかったよな。僕の機動力、ペリドットの瞬発力、バイロクスの遠距離攻撃、3人のソーマの相性もいいおかげだろうな。ただ強いだけじゃなくてソーマの相性か。なるほどな。きっとじいちゃんもカルみたいな総末会に仇を取ってもらって喜んでると思うよ。
イネスの腕力は機械人である自分に匹敵する。一体どうやってあれだけの出力を絞り出しているのだ。これは僕の推測だけど、あの胸が怪しいね。いやさ、怪しいね。いやいや、実はイネスも機械人なんじゃねえかな。うん、共に否定できない推察だ。シングの推察はどうだ。え、どっちも否定できると思うんだけど。ベリルの言う通り、あの胸が怪しい。ってそうかな。いや、そうだよ。きっとあの巨大な胸は筋肉の塊なんだ。そんなことがありえるのか。とりあえず触ってみればわかると思うけど。了解、確認してくる。報告。イネスの胸はその柔軟性から判断して筋肉ではない。だが彼女のパワーと密接な因果関係を持つ模様。胸に触れた瞬間繰り出されたイネスの攻撃は自分の耐久力を大きく上回り。うわわ、くんちゃんとしっかり。死んじゃダメだ。今のはさ、明らかにベリルがクンツァイトをおもちゃにしてたよね。だな。が一番可愛いに決まってるだろう。の可憐さが理解できないとは、お子様すぎて哀れだな。双方とも否定。容姿及びけなげさ的に最も優れているのはだ。何揉めてるのさ。それが一番可愛いのを決めようとしたんだけどな。みんな自分の好みばかり主張してまとまらないのだ。ちょうどいい、シングの意見を聞こう。おそらく自分と同じ意見のはずだが。そんなわけねえだろ。シングが俺と同じじゃなきゃおかしいだろ。え、誰が一番可愛いかで揉めてたの。じゃあ翡翠は琥珀派で、クンツァイトはリチア派だよな。カルセドニーはマリンさんか。くぅ、俺が思うに、やっぱり琥珀が一番可愛いに決まってるよ。シング、何を言ってるのだ。俺たちは犬と猫と豚猿もどきのどれが一番可愛いかを議論していたのだが。はあ？あんな風に言われたら誰だって。にもかかわらずシング、てめえはおかしな勘違いしやがって。女性の外見に順位をつけようなどと見損だったぞ。記録した。シングは最低だと。そんな紛らわしい話をしてる方がどうかしてるだろう。ところで豚猿もどきって何なの。一度主を決めると生涯をその主に付き従う、クオーティアの愛らしいペット生物だ。へえ、なんだかクンツァイトに似てるな。稀に火炎を吐いたりもするが。危ないな、豚猿もどき。まあ、琥珀ったらまたそんな食べ方をして。繊細な桜餅の風味が台無しですわ。そんなって何よ。美味しいよね、お兄ちゃん、桜餅の味噌和え。まあ好きなもんは好きに食べればいいんじゃねえか。よくありません、そうやって甘やかすから琥珀の味覚がおかしくなってしまうのです。ひどい。リチアの舌こそお子様なんじゃないの。違います、琥珀の舌がみそみそなのです。リチア様、味覚程度のことで争うのはおやめください。そうだぞ琥珀、たかが食い物のことで喧嘩なんかするなよ。程度、たかが。二人とも舐めないで。そうです、食は全ての基本なのですよ。はあ、そりゃどうも。すみません。
うわぁ、溶岩が川になってる。連続した火山性地震を検知、再噴火の確率増大中、我々の生還率は。生還率？うぅ、やだ、聞きたくない。安心しろ、我が隊が協力する以上、生還率は 100% だ。そうそう、帰ったらパライバ様とのプチューが待ってんだから、 1000% 成功させなきゃね。ペリドット、どうやらお前には大聖堂の床磨き半年の罰が待っているようだ。ちょ、増えてんじゃん。3ヶ月のはずでしょ。もういっそ結晶騎士団の床磨き係に任命しちまえよ。ふん、ペリドットのプニプニが解消されそうな、いいアイディアだ。セクハラだ。全員訴えてやる。ボルガジョーズは火口内の深い場所に生息しているはずだ。一旦頂上付近まで登り、火口に降下するルートを推奨する。イネス、例えば、本当に例えばの話だけどよ、男と女が付き合うのに年の差ってどれくらいまでありだと思う？男女のありな年の差ね。いきなり何すんだよ。どうして殴られたかわかる？例えばの話でも、年の差なんか気にしてるうじうじ野郎がムカついたからだろ。ちょっと違うわね。2000歳差くらいの年の差がなんだくらい強がれないうじうじ君に気合を入れてあげたのよ。例えばの話でも、年の差なんかを気にしてうじうじしてる男は最初から問題外だから。ふっ、分かったよ。やっぱ年上の女は怖えな。あら、優しいだけの年上の女になんて魅力ないでしょ。うん、そうだな。イネスの言う通りだ。ちょいと目が覚めたぜ。
ここは暑いね。翡翠の相馬って矢以外に涼しい風とか出せないの？んな都合のいいことあるわけねえだろ。ちょっとその相馬貸してよ。今涼しさを切実に求めてる僕が試せば出てくるかもしれないしさ。ちょっ、何しやがんだ、返せって。よし、涼しい風か冷たい水でも出てこい。うわっ、なんでこれ、絵の具じゃねえかよ。ありゃ、僕が使うと絵の具が出るのか。ボウガンでも使う人が違うと出てくるものも違うんだね。二人で何やってるの？あ、お兄ちゃん絵の具まみれ。琥珀もやってみなよ。翡翠のソーマを使うと面白いよ。これでいいの？なんでこれ、味噌じゃねえか。あれ、でも出汁も効いてて意外にうまい。だって私お味噌好きだもん。はあ、僕が絵の具で琥珀は味噌か。ね、イネス、翡翠のソーマを使うと面白いよ。あら、翡翠のソーマで遊んでるの？あ、翡翠ったら絵の具と味噌まみれ。イネスもやってみなよ。何が出てくるのかな、ワクワク。これでいいのかしら。だからなんで俺に向けるんだよ。危ねえもんが出てきたらどうす。うわっ、なんだこれ、ドロッとしてて甘ったるい匂いが。クンクン、これはグランマのピーチパイの中身だよ。ヘリオさんのパイは本当に絶品だったものね。あ、でもすごくしょっぱい。やっぱりイネスだとパイの中身も甘くないみたいだね。シング、翡翠のソーマを使うと面白いよ。いい加減にしろ。これ以上お菓子のもんまみれにされてたまるか。クンサイとは、見ただけで相手のデータが分かるって本当なの？皇帝、例えば琥珀のデータならば。え、何クンサイと。動くな。シングへ提供する琥珀の肉体データを取得中だ。肉体って、ちょ、やだ、嘘、信じらんない。うん、データ取得完了。琥珀の平均キック力は185,000ギガスゴ。了解。それが185,000ギガスゴのダメージなんだね。警告、生身での生命維持は困難。全員相馬の防御力を最大展開しろ。リチア様はお下がりください。下がりません。防御思念術を使えばこのくらい平気です。ったく、琥珀以上の頑固野郎が。気合い入れてついてこいよ、リチア。はい。
悪くない連携だったな。この調子でどんどん行くぞ。Thank you.